ルです。はい、今回は、またまたね、ホビーショップメガドッグさんのお店に行って、このこれは僕もちょっとはっきりとはわからないんですけど、キューキットっていうやつかな。で、この144/1のジム、はい、ジムとこのズゴック、シャア専用ですねのズゴックと、このね改良強化新型グフっていうやつですね。はい、それを小さいのはね、小さいっていう、まあ144/1なんですけど買ってきて、で、このガンダムパワーアップのね、Gアーマーですね、ガンダム付きですね。はい、これもねガンダムも144/1になってます。はい、出来上がったら、僕も作ったことないんですけど、出来上がったらこんな感じですね。はい、こんな感じになると思います。はい、もうこれね、買ってきて今すぐね、ちょっと、動画載せてるんですが、ちょっと G アーマーのね、蓋開けました。はい、これ、はい、これもね、まあ144/1のスケールって書いてますね。はい、こんな感じですね。はい、これキャタピラーですね。はい、でこれがガンダムの手とか足とか、はい、で体のとこですね、はい、になってますね。これガンダムの、そうですね、ガンダムの顔ですね、はい、になってます。まあちょっとね、さきさきと、紹介しますが、これもね、Gアーマーのこの青い部分になると思います。はい、これがまあロケットっていうかね、このまあ鉄砲みたいな感じのやつですね。はい、でまあ部品ですね。でこれが、キャタピラにつけるタイヤというかその部品ですね。はい、になります。こんな感じに、はい、なると思います。まあパーツでね、まあ組んで、これなんかこの G アーマーとガンダムをまあ乗せれるとかっていう感じって言ってましたね。合体さすとか、はい、でね、ガンダムだけやったらこの縦1個なんですが、Gアーマーのやつでやったらこれ縦2つ左右にできますね。はい、そんな感じです。はい、まあね、ちょっと小さい方ですね、シャア専用のズゴックとかジムとか、グフとかっていうのはまたね、作るときに一つずつまあ作りますけど、その時にまたね、紹介を一個ずつねしていきたいと思いますんで、まあ
今日はね、こんな感じで3つと、これですね、 G アーマーと、はい、4つを、ホビーショップメガドークさんで、買ってきました。はい、それの紹介でした。また一つずつね紹介していきますんで、よかったら次回の動画もね、この紹介する動画も見てください。はい、それでは今回はこの辺りで、紹介を終わらせてもらいます。はい、お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それでは、バイバーイ。